はい、皆さんこんにちは、もちだです。もっち先生の英文法動詞の話その3、5回目となる今回は欲求、希望、願望を表す動詞の前半です。今回と次回にわたりまして、こうした動詞のお話をしてまいります。それでは今回もよろしくお願いいたします。欲求、希望、願望を表す動詞。まずは今回も日英語の文型の対応からお話を始めていきます。日本語の名詞プラス名詞プラス動詞というパターンは主に英語にしますと、名詞プラス動詞プラス名詞の SVO に対応します。そして名詞プラス形容詞。これは形容詞が述語になるパターンですけれども、それと名詞プラス形容詞プラス動詞。この2つのパターンは主に英語にしますと、名詞プラス動詞プラス形容詞という SVC に対応します。ただし、名詞プラス形容詞のパターンの中には、英語にしたときに名詞プラス動詞プラス名詞 SVO に対応することがあります。こうした多様関係を持つものに欲求を表す動詞があります。それでは日本語の形容詞が英語の動詞に対応する場合を見ていきます。まずは日本語の文2つご覧ください。この水は冷たい。この水が欲しい。1つ目のこの水は冷たい。この文が表している冷たさというのは、この水に備わっている性質です。一方、2番目の文の欲しいが表している欲しさというのは、この水に備わっている性質ではありません。この欲しさは、話し手がこの水に対して抱いている感情です。この時に日本語では何々がプラス形容詞というパターンで文が成り立ちます。英語ではこういう時に感情を抱いている人も文の中で表すのが普通です。日本語でも私がとか私はという形で補うことができます。そういたしますと、日本語の形容詞には必要な情報が一つだけで良い語と、実は二つ必要な語というのがあるわけです。英語では前者は形容詞、後者は動詞に対応することがあります。特に感情などを表す形容詞の場合は、英語では動詞に対応することが多いです。この時には、感情を抱く経験者と、その感情を向ける対象、この二つの情報が必要になるということなんですね。例えば、冷たい、コールドっていう形容詞の場合は、何が冷たいのかっていうものだけ示せばいいわけで、これが主語になります。一方の欲しいとか want の場合は、誰が欲しいのか、欲しがっているのかっていう経験者と、それから何が欲しいのか、誰が欲しいのかっていう対象、この二つの情報を盛り込む必要があります。この時に経験者を主語として表しまして、対象の方を目的語として表すことになります。英語で形容詞を述語で用いるときには B を使って SVC というパターンになります。一方、感情を表す動詞の場合は SVO という形でこれらの情報を配列して盛り込んでいきます。それではパターンで確認していきましょう。日本語の形容詞の2つのパターン。1つは名詞が1個のパターンで、名詞 X がプラス形容詞の形。がつく名詞 X が主語で、その後に続く形容詞の形、終止形です。これが述語となるパターンです。もう一つは、名詞が二つあるパターンで、名詞 X が、プラス名詞 Y が、プラス形容詞の形。文頭にあるががつく名詞、名詞 X、こちらが主語です。そしてその後にも、ががつく名詞がありまして、こちらの名詞 Y、これが目的語。でその二つの名詞の後に、形容詞 イ の形が述語で続くと。そうすると、名詞を二つ取る形容詞の場合は、ががつく名詞が二つあることになるのですけれども、ただ実際には、この主語の名詞 X がというのは、副助詞の和がついて、名詞 X はとなることが多いですし、そしてこのパターン、この目的を取るパターン、このパターンの時の主語である名詞 X は、話して私はである場合は表さない、示さないことが多いです。英語とのパターンで見ていきましょう。名詞が1個のパターン、日本語で名詞 X がプラス形容詞 イ の形。これは英語になりますと、名詞 X プラス B プラス形容詞となります。文頭の名詞 X が主語、そして述語動詞に B を用いまして、その B の後に形容詞が続いて、この形容詞が保護という扱いで、
主語述語動詞保護 SVC というパターンになります。一方の名詞が2個のパターンですけれども、日本語で名詞 X がプラス名詞 Y がプラス形容詞 E の形、文頭の方の名詞 X がががつく名詞 X、 こちらが主語で経験者を表します。そして2つ目のががつく名詞、名詞 Y の方が目的語で対象を表すと。そして最後の形容詞 E の形が述語になっていて、これが欲求などの感情を表します。対応する英語はと言いますと、名詞 X プラス動詞プラス名詞 Y、 文頭側向かって左側の名詞 X が主語で経験者を表します。そして動詞が述語動詞で用いられまして、これが欲求などの感情を表すと。そして向かって右側、文末側の名詞 Y、 これが目的語となりまして、その欲求などの感情の向ける対象ですね、これを表すというパターン、主語述語動詞目的語 SVO となっています。さて、この日本語の感情、欲求などの感情を表す形容詞ですけれども、こうした感情を表す形容詞の文は話し手が抱く感情を表します。話して以外はどうかと言いますと、話して以外の感情を表すときにはがるとかがっているという形にして動詞化します。こうなりますと英語と同じ動詞文ということになるわけです。例を見ていきますと、 I want this water、 この文ですと私はこの水が欲しい、この水が欲しいですね、形容詞の文なんですけれども、My son wants this water となりますと、息子がこの水を欲しがっている、欲しいと思っている、このようになるわけです。類語との比較のお話をしていきます。欲求を表す want と似た動詞に希望を表す hope や願望を表す wish などがあります。これらの動詞はそれぞれ次のような中核的な意味があります。 want は不足や必要性から発せられる強い欲求を表します。Hope は根拠がなくても実現可能であると思っていることを表します。そして Wish は実現が不可能または困難であると思っていることを表します。これらの動詞は取るパターンにも違いがありまして、名詞句を取る場合に Want は他動詞 SVO のパターンで目的語を取ることができるんですけれども、Hope とか Wish の場合はそうはならないで前置詞の For が必要となります。例を見ていきますと、want の場合は I want success という SVO で使えまして、これで成功したいという日本語に対応します。これが強い欲求を表します。一方、I hope for success のように、hope は for が必要で、成功を望むと、こんな日本語に対応します。実現可能な希望を表します。I wish for success。wish も for が必要で、成功を願うのような日本語に対応します。こちらは実現困難な願望を表します。なお、名詞プラスをが表す対象が必ずしも得られる保証がないものである場合、英語では for プラス名詞に対応することが多いです。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録をしていただけますと幸いです。概要欄で文法能力開発のご案内をしております。どうぞよろしくお願いいたします。